サード会っていうことでね、うん、なんでちょっと俺が来たらあれですけどまあなんか稲垣くんが出てくれてくれて、うん、まあ、まあ熱烈ラブコール来ましたんで、まあ、ちょっとサード今日は遊んでいきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、白黒のサブリーダーキャベティモンです。はい、じゃあ 僕からは以上です。今日はよろしくお願いします。はい、すごいスルーゲー極まってるんです。サードの5期使いのマッチですけど、まあ、ユーディールさんの配信にはいろいろ出させていただいてるんですが、まあ、今日は早尾くんと、まあ、やれるということでまた呼んでいただいて、楽しみたいと思います。はい、緊張してる。はい、緊張してる。サードとスト5をやってるガノです、最近は5ばっかりなんですけど、サードもまあ健在だというところを見せれればなと思います。あと早尾さんとは多分9年ぶりぐらいなんで対戦するのが楽しみです。そうですね、サード健在を見せるっていう、ね、歴史長いな。あれ岩槻のゲーセンライドだったんです。そう、埼玉、まあ、対戦してて1回負けてもう1回やろうって連呼したらいつの間にか相手は黒だなハハ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 。今日はですね、あのスト3、3on3 というね、ちょっとチーム戦になって戦おうみたいなコーナーにちょっとなってます。はい、ルール説明の方、ちょっとキャビさんお願いします。あ、はい、わかりました。ルール説明なんですけども、3対3の勝ち抜き戦を、まあ、時間目いっぱいまでやるっていう趣旨なんですけども、はい、まずチームを、グーチョキパーで分けます。グーパーじゃないえ、チョキ、チョキやるんだよ。チョキやるんだよ。チョキ入れたら。なんでみんなでガヤガヤ。3チームなんだよ、グーチョキパーだったら。誰か一人。はい、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 はい。グーとチョキとパーだと3チームになるんで、グーとパーにした方がいい。正解。名案ですね。じゃあグーとパーにしましょう。はい、グーとパーで2チームに分けて、3on3 の一先勝ち抜きを行います。それまあ時間の限りやって、最終的に勝利数が一番多い人、1人がまあ優勝者みたいな感じですよね。そうです。はい。優勝すると何かもらえるんですか？あの、稲から、T2 ご褒美が。おぉ、はい。リフキス ?T2 が、リフキスが。リフキスがいらないから。リフキスがいらないから。まあ、なんと勝てばですね、勝てばですね、ユーディールのプロになります。マジ？マジで？3人目？ハードル低いじゃん、この大会。それは熱いな。ここは勝つしかないね。ユーディールの1日プロを体験できます。それいいじゃん、それいいじゃん。ちなみに並んだらどうだろう？どうしよう。じゃあ、直接体験しましょう。直接やったらいいですね。一冊いいね。一冊いいね。一冊熱いね。あ、1位決めんね、一応。あ、OK、そうですよ。はい。なるほど。それはいいね、もちろんそうだね。確かに。じゃあ、いいですね。早速始めちゃいます。始めましょうか。グーチョキパー。はい。グーチョキパー。グーパーやりますか。グーとパーです。グーとパー。掛け声は。掛け声誰から言って。グーパージャスね。じゃあリーダー。リーダー。違うね。リーダーは掛け声でいこう。グーとパーで。パーでじゃあ。グーとパー。グーとパー。グーとパー。俺やったことないんだけどそのタイミング。すみませんよ。グーとパー。え、ちょっと待って。なんで？ちょっと待って。え、どういうこと？まだもう。大丈夫。大丈夫。俺大丈夫。なんでキャベツチョキ出さない？あ、すいません、そこはちょっとまだ。そこじゃん。まだまだでしたね。ぐっとパ。おお。まあまあ。なるほどなるほど。いいね。これいいね。あ、別に。あ、ぐっ、あ、とか。どうしようか。じゃあ、じゃんけんしてみましょう。早尾と黒でじゃんけんしてか。で、最初はグー。じゃんけんぽい。よっしゃ。じゃあ、あと決め。だいぶ決めで、じゃあ、こっちが決めよう。じゃあ、あと決めはじゃんけんで。そうですね、ワンミツビは、さっきの方が。やられてきついな。結構ガチで勝ちに行く感じ？ガチでしょ。いや、プロしてもなれる。確かに、確かに。やるやつよ、そっち。俺さ、なんで今じゃんけんしようしてんの？してないよ。してないよ。じゃあ、さっきそっちのチーム、先方決めしてたか。キャラは自由です。はい、それでございます。キャラ決めまでですよ。キャラ決めまで。一人勝ちじゃないですか。はい、次の人出て、あの、あ、勝ち抜き戦か。できる。まあできるな。そう。はい、そう。そこでキャラ変はなし。なんていうの。リーダー決勝よ。お前先方で出てきた。あれキャラ勝ち抜き戦。一回終わった後にそのまま始まっちゃうから。あやんでキャラ勝ち抜き戦。あ、そうだね。間違いない。終わりにします。まあまあ。勝ち抜き戦。勝ち抜きします。勝ち抜き戦終わった時に。いや、一回リセット残して。あ、残して。オッケー、大丈夫。じゃあ先こっち。これはまあこっちがいいの。チーム全部決めてください。決めろ。早く。早く。はい。どうぞ。特攻隊長。特攻隊長。え、え、特攻隊長。キャラを。キャラ見えるから。キャラ、ケンの。え、ケン。ケン。
キャベなんじゃないの？どういうこと？あ、キャベツさん、うん、あでも黒田も剣使うと思うけどね。まあ、どうですよ、早く早く早く、黒田はどかないんだもん。誰くんの？
GO! ただの PA。
したら怒られるの。これ攻撃チームメイト対決だ。そう。しかもね、キャラも一緒じゃん。なかなか熱い。もうアイス出なかっただけ。はい。
安い。めっちゃ減ってるから。安いよ。はい、妥協してるよ。数字投げで。あ、マジで？終わった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 ？終わ
余裕でしょ。何もしてないじゃないですか。キャベツソース。何もしてない。アホや。キャベツソース。アホや。何もしてないの。何もしてない。ほんま。やべえな。キャベツソースだ。ほんま。春日さんと負けたってことだ。いやいや。何もしてないから。何もしてないやつが何もしてない。やばいよ。確かにバラオの巻き方が。そう、何もしてない。何回だもん。そうそう。なんで俺が食うだけ置いとくじゃん。どうやったら勝つのか分からへんもん、あれ。あの内容で。でも、おいすんの。頑張れ。やめろって今見たから。今見たからやな。あ、従ってる。見せてやるよって言わんばかりの。見せてくださいよ。そこまで言うわ。同期ですね。マッチがいいんだよな。同期から始まるか。同期からまた行こうと。マッチを言うから。よし。安いよ。安いですよ。妥協してるわけ。どうしようか。マッチを。これ最大。これ最大。えい。おお、まだまだ。えい。頭おかしくなってるぞ、この紐。最初はグー、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 最
あ、負けた。俺、ジャッケン全部負けてるんだ。勝った勝った。勝った勝った。じゃあ、クマさん、落ちちゃった。あら、そうなんだ。じゃあ、なんか、キャベツ有名なんです、2人ともキャベツ。マジだろ、キャベツ。まだキャベツさんか。あ、じゃあ、じゃんけん。え、勝ったよ。指定してほら、勝ったよ。あ、そこでそこも3人やろ。なるほど。こっちかな。え、負けたの。途中動かない。こっちほら、勝ったです。どうぞ。あ、ここか。そう。あ、クマがこっちだろ。なんでみんなおかしくなってんだ。まださっき分かったんだ。え、あれ、こっち先出ししかも。そう、キャベツ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。準備来いよ。え、いいの、それで。いいの。やりたい。過ちを繰り返すのか。まだ過ちを繰り返すのか。もういいけどね。過ちを繰り返す。始球式みたいな。始球式みたいな。もう負けてられないでしょ。しかも、こっちが先に。もう狙ってるじゃん。ゲームしたすぎるやろ。びっくりした。もうデモプレイかと思ってる。ゲームしたすぎる。さすがに勝ちますわ。わかりました。ぶっとばっかやから、そうだ。ガードしかやる。さっきのステージはガードしかやる。ガードしかやる。いや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 I'm
の気持ちがあるのかな。はいはいはい、やめろやろ、えい、ー、やすい、すごい。
やばい、ね、そのままの軌道で後ろに飛ぶすごい感性じゃない、ね、ダメじゃなくてじゃん転んだんじゃなくて確かにいやー、いいね、軌道上げて、はい、削っていきます、はい、安いよ、いや、ゲージ上げますから、はい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 、はよかった。喋ってる最中申告。出る必要はない。か、悔しい。まださ、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 グッドパグッドパグッドパおぉまだ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 グッドパグッドパ何これグッドパうわぁ長いすぐねバナリッチだグッドパおぉ
大丈夫いいよ。読んでる。はいはい。マジ？ゼロ誰？本当？全ゼロです。
キャベツさんの1回目すごいね、これ。おい、おい、やってた。最初はグー、はい、最初はグー、はい、ほい、あとだし、やばい、変わった、ついに。じゃあ、さすがに行きましょうか。で、これ、ポイント出してほしいな。あ、確かに、ポイント出ました。マッチさんがこれ、やばいな。完全にな、監督ポジションやん。1人抜けてるでしょ。4ポイントだと。どうします、キャラさん、押し付けようか。いや、俺、でも、後期苦手だけどね。俺、めっちゃきついよ。まあ、じゃあ俺か、みんなそうだと思うけど、言っとけど俺マジで無理だからね。あー、すごい、丸丸丸丸ってやばい。マッチさん、これよく見たらやばいな。やばいな。負け格みたいなやつ見ちゃう。負け格みたいなやつがいないのがやばい。すげえな、綺麗に立つ並んで。これ、取れなかったでしょ。そう、遅刻したやつ。結局したやつ。じゃあ行きますよ。はい、はい、どうぞ。どんなに勝てないのよ。お願いします。
すげえな、すげえな、すげえな。電人ニュースから言うパシが考える。確かに。何のため電人ニュース。電人ニュース言うから。2パー。はい、はい、はい、
しやすい。なるほどね。考えだけど。はいはいはい、いいよ、うまい。おい、いいよいいよ。オッケー。おい、やっぱり強いね。